どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グールあるイコールトゥエグジスト。ダウンロードコンテンツが来れば、おそらく実装されるであろうキャラクターを見ていこうのコーナー、第3弾かな。シャチですね。こちらも前回のヤモリ同様、もともとは、プレイアブルキャラクターとして、発表されていましたが、発売日が発表されてしばらくかな、その次の日ぐらいかなに、シャチとヤモリはプレイヤブルからボスキャラクターに変更ですよっていうアナウンスがあって、まあ、軽く絶望したと。まあ元々はプレイヤブルだったから、プレイヤブルするつもりだったから、確実にできるとは思うんだけど、まあ DLC がこない限りはその夢も叶わないということですね。まあじっくり行動パターン見ていきましょう。ストーリーを実況した時はどんな感じだったかな、全然覚えてないね。この後確かムカデになるんだけど全然覚えてないな。というわけで見ていきましょう。わっぱ、あ、めっちゃ似てるような気がするわ今の。わっぱ、よし、行っか。まずは、基本的に接近攻撃だよね。せい !2 連パンチ。衝撃波飛ばしてきそうなんだけど、あいつ殴るたびになんか、あれだぞ。空気が振動してるぞ。2連突きしかしてこ、アッパーからの2連パンチか。こいつ、カグネ出してこないんだが。あ、で、来た来た。早っ。おい、そのサマーソルト、なんかさっきやったの遅かったな。1回目やってきたって、お、つかみか、つかみ攻撃、つかみ攻撃とサマーソルト、範囲狭くね。基本的に接近で殴り蹴りのあとサマーソルトしか見せてこないけど、他にやることはないのか、それとも HP を削らないとできないっていうことなのかな。お、危ね。あ、なんかあれだな、縦振りだから全然距離感がつかめねえ。ちょっとあのつかみ攻撃一回食らってみようか、次来たら。パンチ。来い。つかみ来い、つかみ。ちょ、つかみやってきてごらん。避けないから。来た。違うんかい、違うんかい。何そのフェイク。あれだね、サマーソルトからはなんかキックがあるね。もっと連撃をしてこいよ。敵もあれだね、必殺技みたいなの打ってくるとは思うんだけど、こいつ HP 削って、打ってきたかな？ちょっと削ってみようか。いて。あ、結構サクサク削れるな、やっぱ。ストーリーはそんな難易度が高くねえから。遅いぞ、ワッパー！早い。これが、シャチ。煽りにしか聞こえねえぞ。確かこの金木はね、ほら、最後に一回、あるんですよね。特別な攻撃っていうか、タイミングなのかな ?1、2、3からのタイミングで、キーンってこう、音がして、上に蹴り上げるサマーソルトキックはあるんですけど、まあ、なかなかこの金木使わないから、あれ待って、もしかして終わり？なんかロード長くない？あれどうだったっけ、ここムカデになるのっていつだっけ。この途中からアモン戦が始まるんだっけ。そんなじっくり見てないんだけど、っていうかあいつ行動パターンあれだな、そんな多くねえな。やっぱそういうことか、こっからアモン戦になっちゃうのか。やったか、やったか、フラグなあ。このグラッシースカイを聞くとさ、ここのシーンしかあれなんだけど、思い浮かばないんだけど、シャチのスーパー百裂拳で金木がボコボコにされてるとこしか。この世の全ての不利益は
当人の能力不足だから、僕が弱いとみんな殺されちゃう。だからで、アモン戦か。これこのまま続くんだっけ、すぐ、それとも一旦終わるんだっけ。あ、続くのか。あ、そういえばあれだね、あの篠原も 3D モデルはあったね。やっぱ入見さんも駒さんもあるんだよな。あ、そうか、篠原か。あー、じゃあちょっと篠原もついで見るか。で、篠原の次アモンか。早い。しかもなんてカグネだ。このグール、完全ではないが、まさか、カグじゃ。さて、篠原はね、結構そのキャンペーンで、コクリア、上層部かな、やった時に、まあ、毎回出てくるんで、シャチと二択だったっけ、篠原。それとも両方出てくるんだっけ、忘れたけど。まあちょっと見ていくか。おっと、こいつ、しょっぱなからお前火炎瓶を投げてくるっていう。もうこのゲーム知ってるな、お前。このゲームの戦い方をよ。こう、来た、突っ込み。止まりやがった。あ、その大振り。いや、やばい、ショックウェーブだ。ロックマンエグゼのメットールの技を使ってきやがる、こいつ。ショックウェーブだろ。おー、いい、めっちゃ距離投げよ、これ。しかも連撃だし。まあ攻撃遅いけどね。ほら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 。しかも後ろに引きずられるから結構あれだね。多段ヒットするな。ごめん、アヤト今踏んだわ。来た。あ、永遠に切られるのかな、これやっぱ。抜け出そう。いや、かっけえな、やっぱ、アラタプロト。これ、暴走モードになってくれないかな。とりあえず、ショックウェーブと、1、2の大振りと、あと、つかみ攻撃だよね。1、2。ため技みたいなのない？何あれ？あ、火炎。いや、しかもこいつ、うわ、複数投げてくるんだけど、セコア、これ3つぐらいだ、あいつ3つ投げたんだけど、片手に3つも持ち上がる。どんだけ手でけえんだ、あいつ。やべえわ。もうそれぐらいかな。もうここは CRC ガス充満してるしな。お、乗り越え。貴重なシーンだろ、今の。篠原さんの、うん、障害物乗り越えシーン。俺多分、貴重なシーンだと思うわ。ローリング、結構アクティブだね。まあこんなもんかな。じゃあ普通に倒すか。ちょっと覚醒してどれだけ一気に持っていけるかな。あれだよね、どうせ覚醒するならさ、 HP がゼロになって覚醒したよね。まあ覚醒できるって保証はないんだけど。いて、よし、まあ普通に戦うか。じゃあ、そういや普通ムカデの覚醒使ったことなかったな。あ、めっちゃゴリゴリ削れる。やばやば。やばい、最後まで削り切れるか。お、削り切れたわ。やばい、必殺だ。これ食らってみよう。あー、食らえんかった。お前どこに行ってるんだ。お前 HP がゼロのはずだろ。これどうやったら終わりなんだっけ。最後なんか一撃当てたら終わり。この後に及んでまだ火炎瓶投げてくるこいつ。ほら、よーし。あ、アモン来たわ。さっそうと現れた。おお、お前3秒遅かったな。まだ俺あれなんだけど、新たプロと食ってないんだけど。何もしてない。何かされたから、されがした正当防衛だろ。ついでにアモンとも戦うか、久しぶりに。あ、ここ、あれだな。アモンのコスチュームっていう、コスチューム、スキン、スキンはさ、あれが欲しかったよね。ビン兄弟倒すときの、CCG のユニフォーム。ユニフォーム試合みたいに言うね。よいしょ。
俺はお前とは話をしたくない。ほら、すまん。こいつなんか必殺してくるっけ。ほら、ちょっと必殺してきてみな。来た。はい、ズンズンズン。あ、最後一本に戻してたんだね。あ、なんか2種類なかったっけ。あのさ、この分離してないクラの状態でやるとまた違う必殺技になるよね。違かったっけ。そんなんなかったっけ。なんかストーリーの実況してた時あったような気がするんだけど。いて、ほら、螺旋岩。はいはい、いて、ほら、ちょ、どこ飛んでんの。はいはい、あ、クラが手に持ってたクラがぶっ飛んでいったわ。ということでね、今回はもともとプレイアブルで登場するはずだった、シャチと、まあ、3D モデルが用意されてる篠原さん、まあ、おまけでアモンということで、まあ、もうダウンロードコンテンツは来ないかなという、ところですね、うん、僕の考えは。まあ、今ね、ちょっと Amazon でも結構安くなってて、3000台とかで売ってるんで、ですね、まあ、今ちょっと僕忙しいんであんまやってないですけど、まあ、週1とか、2週間に1回とか、週末はですね、配信で、このゲームやって、オンラインで、みんなとリスナー参加型でやったりしてるんで、まあ3000円から4000円ぐらい出したら、だったら出してもいいかなっていう方はですね、ぜひ買って、僕と一緒に遊びましょうということで、また次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。